新州大学医学部子どもの心の発達学教室の本田と申します今日は発達障害の子どもに見られる不登校というテーマでお話をさせていただきますよろしくお願いします発達障害とは行動特性に何らかの特記すべき異常があるその異常が入幼児期から見られ成人期も残るその異常が要因となって生活に何らかの支障をきたすこういった時に発達障害と診断されます 今、異常という言葉を使いましたけれども発達の場合の異常というのは必ずしも正常の反対の異常というわけではありません正常の反対というと何か間違ってるとか悪いとかそういった意味で捉えられがちですけれどもむしろ通常常のの反対の異常と考えた方がいいかもしれませんそういった意味では多数派の反対である少数派という意味で理解した方が分かりやすいかもしれません。 発達障害にはいくつかの種類がございますけれども、実は臨床では、それらのどれかがです、ね、しばしば重複するということがよく経験されます。特に代表的な発達障害として挙げられるのが、自閉スペクトラム症、ADHD、それから学習障害、限局性学習症と最近は言いますけれども、通称 LD ですね、これらがいずれかがです、ね、しばしば重複するということが知られております。 中でもよく重複が軽減されるのが、自閉スペクトラム症と ADHD ということになります。今示しております図は、横軸に ADHD、縦軸に自閉スペクトラム症、ま AST と略してますけれども、これが重複した場合のまイメージ図なんですけれども、左右上の A という部分がま従来、 臨床の場面で問題となっていた重複例ということになりますけれども最近はですね自閉スペクトラム症にしても ADHD にしてもそんなに症状が強くないタイプなんだけれどもそれぞれが少しずつ重複しているとこの図でいうと D とか E の辺りですねこの辺りが臨床上問題になってくるということをしばしば経験しますこの重複というのはですねあの 実は発達障害の重複というのは結構難しいところがあってそれぞれの発達障害の典型例の特性同士が重なり合うとですねお互いが打ち消し合って少し薄く見えることがあるんですね。例えば自閉スペクトラム症を中心に考えてみますと自閉スペクトラム症の人に ADHD が重複した場合 自閉スペクトラム症のこだわりやすいという特性が ADHD の集中しきれないという特性と打ち消し合ってですねこだわりやすいんだけれどももう一方で集中しきれないという問題が起こったりすることがありますでそうしてくるとですね本人の中では強くこだわりたいんだけれども集中できないということで二重につらいわけですけれども あの一般の人から見ると、こだわりとしてはそんなに強くなく見えるし、ADHD 的な集中力のなさという意味では、集中力がそうないわけでもないというふうに見えてしまって、どちらから見てもそんなに症状が強くないというふうに映るんですね。だけど、本人の,あの悩みというのは、むしろ一般の人から思っている以上に辛いということがあったりしますので、注意が必要です。 あと発達障害で重要なのはですね大人になっても何らかの形で発達障害の特性が残ることが圧倒的に多いんですけれどもの状態がだんだん変わってくるということですねで、えーまあ、これは私の経験をまとめたものなんですけれども、えー、成人になるにつれてだんだん症状が変わっていきますで例えば、えー、知能ですけれども就、えー、学直前に取った知能検査の結果が 大人になるにつれて大幅に上昇するという症例は極めて稀でそれに対して自閉スペクトラム症の特性の一つである対人行動の質的異常というのは大人になるにつれてだんだん軽くなってくることが多く経験されますただしゼロにはならないということですねで自閉スペクトラム症の興味の原曲やこだわり行動というのは これはですね形態や様式を変えながら持続するということが多いですあの軽くなったりしないということですね形を変えながら持続しますで一方 ADHD ですけれども注意欠如や多動のうちの多動衝動性の部分というのは軽くなってくることが多いですねあの子どもの頃を走り回ってたというお子さんでも大人になるにつれて走り回るほどの多動ということはなくなってくることが多いですねただあの走り回るわけではないけれどもよく見ると えー、なんとなく体がそわそわ動いているとかですね、えー、落ち着きがないとかそういった特徴が、まあ、残ってくることが多いのでこれもゼロになるというわけではございませんであの大事なのはですね ADHD の不注意症状ですねでこれは 幼児期や学齢期はあの、多少うっかりミスが多いお子さんでも、そんなに大きな問題にならないことが多いんですけれども、成年期、成人期になってくると、例えば仕事などで、ちょっとしたミスでも問題視されることが出てきます、したがって、不注意症状が、成年期、成人期になってから問題になりやすいんですね。ということで、グレーゾーンという言葉を使う人がいます。 私はあの自分自身ではグレーゾーンという言葉はあまり好きではないんですけれども、まあ、よく使う人がいます。でこれはあの大人になった当事者の方もグレーゾーンという言葉を使う方が大勢おられますしそれからまあ子どもさんの親御さんがですねあのうちの子はグレーゾーンだからというようなことをおっしゃる方がいるんですけどあのグレーゾーンという言葉を使いたい人の深層心理にあのグレーだからあの黒とは違うとうう思いたい気持ちがある場合が多いんですね。でもそううでははなくてグレーっていうのは あの実は薄い黒だということで、まあ、これ、私、あの2、3年前にあの発達障害の自,自閉症啓発でにですね、あに長野県の親の会があの発達デコボコ川柳コンテストというのをやったことがあって、その時に応募した作品で、このベスト10に入ったんですけれども、あのグレーとは白ではなくて、薄い黒という川、ね、柳を作っております。あのまあ、ちなみにこのスライドの年齢の部分だけは毎年更新してましては、は私の今、実年齢がここに書かれてますけれども。 あのこれはあの、いまだにです、ね、あのグレーだって言ってた人で大人になってあの真っ白になったという方を経験したことはほぼないですね。なので、あのどんなに小さい時に特徴が薄くてもです、ね、大人になるまでに白になるということを期待しない方がいいという、まあ、警告を込めてです、ね、この川柳をあのいろんな親御さんに捧げておりますただです、ねあの、発達障害の特徴が白か黒かという問題と、 あの生活上支障が出るかもどうかという問題はまた別の問題ですであの冒頭のスライドであの発達障害の定義の中にです、ね、あの、うん、何らかの形で生活に支障が出るという話をしましたけれども実は発達障害というのは特性があっても生活に支障のない方もおられますでもう一方で,です、ね、発達障害の特性としてはかなり薄くて目立たない まあだからほとんど白に近いようなグレーという方でも、あの本人の困り感というのがものすごく辛くてですね、あの何らかの精神医学的な対応が必要になってくる場合もございます。でそこら辺を整理して考えておくという箇重要ですね。で私はあの、えー、今から7、8年前から、ですねあの自閉スペクトラムに関して、非障害自閉スペクトラムということをあのよく使っているんですねで。自閉スペクトラム症の症の状は 大人になっても残ってるんだけれども、まあ、社会提供がそんなに悪くないと、で中にはですね、あの適用の良好なケースもいらっしゃるわけですね、だから小さい時から今、20年間以上見てる方が大勢おられるんですけれども、その中には、です、ね、自閉スペクトラム症の特性としては残ってるけれども、普通に仕事してらっしゃる方もいらっしゃるわけです。でそうういいった方のの場合あの、医学的に病気とと診断するというのはなな、んか変な 印象ですよね、だからあの、発達障害の領域っていうのはあの、障害という言葉を使うっていうのは、これあくまで社会的に生活に支障が出る場合ということでして、j スペクトラムだから病気とか、ADHD だから病気というふうに決めつけるのはおかしいわけで、これはあくまでその人の持ち味であったり、特性なんですねで。その特性があることによって生活に支障が出やすくなるということなんだけど、あの支障が出ない人もいます。でどんな時に支障 が出ないいかということととを改めててて整理して考えいいく必要があるというここになりますねこれは自閉スペクトラム症でちょっとまとめた図なんですけれども AS というのは自閉スペクトラムの特性がある人という集合になりますねそれに対して狭い意味の ASD ここで D をつけた場合というのは自閉スペクトラム症ということで障害として対応が必要な人たちということになります。 そうすると、ですね、あの狭い意味の ASD というのは、自閉スペクトラム症の特徴がものすごく強いために、生活に支障が出る場合、ですね。例えば対人関係があまりにもあの噛み合わないために、日常生活のいろんな場面で対人関係につまずくとか、ですねあの、あとはこだわりがあまりにも強くってあの、社会の中でなかなかうまくやっていけないとか。 あ,のあと最近、あの比較的話題になりやすいのが感覚過敏ですけれども、感覚過敏がものすごく強くって、ですね日常生活であのいろんな面で制限を受けてしまうと、まあ、こういった場合が狭い意味での ASD になるかと思います。でそれに対して、ですねあの実は ASD の単独の症状としてはそんなに強くないんだけれども、まあ、何らかの形で、他の問題が併存することによって、合わせ技一本のような形で ASD と診断されるという方が、実は大勢おられるんですね。 であの特性だけで見ると薄くてですねあの別にそんなに診断しなくてもいいんじゃないかと思うんだけれども本人の中での困り感というのはむしろあのそういう方の方が強いということも出てきますでこの平存っという話は後でも出てきますけれども例えば抑うつ的になったりですね不安が強くなったりあとは脅迫症だとか適応障害だとかそういった他の診断名がつくような方というのをしばしば経験するわけです。 で逆にこの図の,あの D の部分ですねこれはあの先ほども申し上げたように自閉スペクトラム症の特性はあるけれどもあの必ずしも障害と見なす必要がない人たちということになりますね。ね実際あの早期支援を受けてきた人た人ちの中には この D の D グループに入っててくくるる人たちがが増えてくる印象があります逆に早期に支援を受けることが難しくて、ですね学歴以降にあ何らかの形で専門機関に紹介されてくる方というのは、この併存の問題が強くって、専門機関に紹介されてくる方が多いので、ここのグループでいうと C や B の形になります。でじゃあ、どういった要因でこの併存の問題を ですけれども実は発達障害の臨床をやっていて感じるのはです、ね、あの発達特性というのは生まれつきなんだけれどもあの実際に成人期までにどのような問題をあの持って育っていくかというのは,これは育て方次第だということなんですね。 で発達障害と育て方というのをあの、育て方が原因だというふうにあの誤解する方がたまにいるんですけれども、それは完全に誤解ですねあの、育て方が原因で発達障害になるわけではなくて、発達障害の特性というのは、もともと生まれ持ったものなわけですけれども、ただ、その生まれ持った発達特性をどんなふうに育てていくのかということによって、その後の人生が大きく変わってくると、と、えー、ここをしっかりあの理解しておく必要があるかなと思います。 であの私はあの、まあ、かねてから、発達障害の方の大人になった方を見ていて、まあ、その人たちがたど辿ってきたあの経緯の中で、4つのタイプの育ち方というのがあるのかなと思います。あのこれは親がどう意として育てたかではなくて、結果として子どもさんたちがどんなふうに育ったかという意味なので、育ち方という言葉を使っていますけれども、あの1つはです、ね、特性、特異的教育タイプの育ち方、それから放任タイプの育ち方、それから過剰訓練タイプ。 そしてて自主性過タタイイププのの育,育ち方という4つのタイプで考えておりますでまず特性、特異的教育タイプの育ち方なんですけれどもこれはあの発達障害の特性に何らかの形で、えー、保護者や学校の先生方が、えー、うまくあのそこの特性を分かっていただいてです、ね、一人一人の発達特性に応じて必要な課題をあの適,適切な時期に与えていただいたようなそういう育ち方ですね。 でまあ、具体的には本人が興味を持って取り組める手法で、えー、いろいろな課題を与えていただくとそれから少しの努力で短期間に達成可能な目標を設定してその目標を達成しながら自信をつけていただくと、まあ、こういった経緯が成長の過程の中で保障されていますと、まあ、このような特性、特異的教育タイプの育ち方が可能かと思いますであ,のあともう一つ大事なのがです、ね、あの他者に気軽に相談できる環境の提供ということですね。 これはあの大人になった時にあに、やはりあの人があの社会でちゃんと生きていくためには、ですね、誰か信頼できる人を見つけて、その人に相談をするという習慣が身についているかどうかというのは非常に重要になってきます。それを保障するためには、小さい時から気軽に相談をしたらあのうまくいったという、そういう経験を積んでいくということが非常に重要になってくるわけですね。ですので、その気軽に人に相談できる環境を提供されているということは、とても重要な要素になってきます。 それに対して、ですね、放任タイプの育,て方育ち方というのは、まあ、発達特性に対する理解が全く得られない環境でわ、まあ、割と日本の中でよく行われているような通常の子育てや教育環境で育ってきた状態の人のことを私はイメージしています。ね、 あのまあ、ネグレクトという言葉を連想するかと思うんですけれども、実はその我が国の一般の社会の中でよく行われている子育てというのは、発達障害の人たちにとってはかなりネグレクト的な要素が多いんですね。でこれはどういうことかというと、発達障害の方っていうのは、情報の取り込み方が一般の人と違うわけですね。特に重要なのがあの口で言ったけ口で言っててて聞聞かせて耳で聞かせせ耳も あの全く理解でできないというととうころです自閉スペクトラムの方というのはあの耳から入った情報があまりピンとこないということはよく知られていますし ADHD の方というのは口で長々言われると途中で気が逸れちゃうのであの情報が入らないですよね。 だからいずれにしても情報というのは目から入る形でしっかりと本人が理解をできるように提示していくということが非常に重要なんですけれどもあの今の我が国の一般の子育てというのは特に年齢が小さい時期というのはあの口で言って聞かせて分からせるというのがあの主流なんですね。なのであの発達障害の子どもさんにとっては情報が不十分なままで場当たり的にその場をしのぐと。 いう経験が多くなります。失敗をすることが多くなって叱られやすくなりますので、まあ、そういった意味でさまざまな形で頻繁に周囲とあのれきが生じて結果として非常に疑い深くて、猜疑心が強くて攻撃性の高い性格に育ってしまったりですね、あの自信を失ってしまったりするということがしばしば経験されます。 それから次に過剰訓練タイプの育ち方ですけれども、まあ、これはです、ね、あの発達障害の特性に気づかないというよりは、その人が持っている発達障害の特性を周囲が否定的に考えるというあの育ち方ですねあの、否定的に捉えるので、その苦手を克服させようと思ってです、ね、あの本人に常日頃からあの非常に過剰なあ、まあ、訓練的な対応を迫られるわけですね。 えーまあ、勉強なんかが苦手な方に勉強の特訓をするというのも、その一つで分かりやすいんですけれども、まあ、それ以外に空気を読むのが苦手な発達障害のお子さんに対して、あの空気を読ませる練習をしたり、ですね、えーまあ、集中力がないお子さんにあの長い時間の特訓をしたりですね、そういったことも、まあ、この過剰訓練タイプにあの入ってくるとかと思いますね。 実は発達障害の方の多くは好きなことや得意なことというのが本当はあるんですけれども、その好きなことや得意なことというのが、親や教師から見て、そんなに重要と思えないようなものが好きなことや得意なことの場合に、それを認めずにです、ね、そんなつまんないことやってないでもっと大事なことをしろみたいな、そういう接し方をされることが増えていきます。そうなってててくるると本人はは自分が大事にしているものは一切否定されて 自分が苦手なことばっかり強要されていくと、まあ、こういった経験を積んできますので、まあ、当然あの、萎縮して自信がなくなってきて、ですね、プレッシャーに弱い性格に育ってきますので、まあ、こういった方というのは、あの親御さんとしてはあの荒波に揉まれて育てているつもりなんだけれども、結果としてあの、むしろ荒波に一番弱いタイプの,あの性格に育ってしまうということがよく経験されます <laughs> え次に、自主性過損腸タイプというタイプですね。 でこれはあのー、ちょっと特殊なタイプで例えば学力がものすごく高いタイプの発達障害の方なんかで学力は高いんだけれどもあの対人関係が苦手とかですね、えー、学力はものすごく高いんだけれども一方的で周りの人たちの言うことを聞かないだとかねそういった性格の方なんかがこういう、えー、タイプの育ち方をしやすいんですけれども。 あの例えば勉強ができるとですね親にしても先生にしてもあの勉強さえやっていい学校に行けばなんかいい就職できるんじゃないかという、まあ、妄想を描くわけですねで。これはもう完全に妄想以外の何者でもなくてですね実はあの発達障害の人であの学歴だけ高い人というのが一番就職とかあの生活に苦労することが多いんですけれどもあのそれをあの、まあ、皆さん分からないんですね。で結果として あの勉強以外のことは全部周りの人はやってあげて、えー、なんて言いますかね、こう本人がやり,うやりたいようにやらせているというと聞こえはいいんだけれども、結局、やりたいことだけやらせていて、あの生活に必要なことを一切教えずに育ててしまうというようなことがたまに起きるんですね、でそうすると、あのまあ、学力が高い場合には、えー、学歴が例えば身につくところまでは行くんだけれども、その後社会に出てから大失敗してしまうというようなことがあの時々あります。 あのこういった育て方だと、ある程度の年齢までは比較的うまくいったかに見えるんですけれども、結局どこかで本人が非常に強いストレスを受けることになってしまって、その後に二次障害を生じるということがありえます。ということで、やはりですね、生育環境というのは極めて重要だということがまよく分かるわけですね。で中でもあの子どもさんの場合に大きなあの重要な環境というのが学校ということになります。でここから少し学校の話を けどもあの、今まさに、えー、ま新型コロナウイルスの流行がまだまだ全然収束をしていないという状況ですね、であのこの中で,です、ね、あの子どもさんたちにどんなことが起こったかというと、あのま、一番大きなあの出来事としては、えー、全国的に一斉に休校というのがあったわけですね、でちょっとその,あの時,時系列的な経緯をここに書きましたけれども、ま、多くの公立の小中学校で、 3月から一斉休校というのが始まって、4月に一瞬った学、あの再開した学校もあったんだけれども、また数日で休校となったと、で結果として5月中旬から下旬頃まで休校の状態が続き、まあ、それから一部、分散登校などが始まって、6月ぐらいから本格的に通常の授業が始まって、まあ、今に至るという状況かと思いますね。 であのこういう一斉休校が起こったときに、子どもさんたちの心にどんな変化が起こるのかということは、まあ、当然関心があるわけですねで、これに関しての先行研究というのが1つだけ、えー、ありまして、これは中国・湖北省というところの調査です。あのご存知のように、湖北省というのは、えー、コロナウイルスが最初に流行した地域ですね。 特にこの武漢という地域がそうなんですけれどもでこの湖北省の武漢というところともう一つ鉱石というところの2330人の子どもさん小学生です、ね、を対象にしてその一斉休校中に子どもさんにどんな心理的な変化が起こったかというあのウェブアンケート調査というのが行われています。であの中国は あの結局最初に流行したんだけれども、そんなに流行があの長続きせずにです、ね、今あの、ある程度こう下火になってますよね、だからそういった意味で、あの実は最初に大流行した割にはあの、一斉休校の期間というのは1ヶ月ちょっとですあの済んでるんですけれども、この1ヶ月間の間に子どもさん方がどうなったかというと、アンケートの結果としては、通常に比べると、抑うつ症状を示す子どもさんや、不安症状を示す子どもさんが若干高かったと。 まこういいったデータが出ています、まあ、これ当然予想されることですよねであの我々も一斉休校が起こったときに、ね、あの子どもさんに対して予想される影響としては抑うつや不安が増えるんじゃないかということを予想してです、ねまあ、各自の,あの子どもの心の病院だとか国立成育医療センターなんかもやってましたけど あのホームページでね、えー、こういう時の子どもさんのメンタルヘルスに対するこう注意の仕方のような、えー、インフォメーションを出していたと思います。まあ、基本的にはあの過去の体験からすると、えー、例えば震災の時なんかのこう子どもさんの抑うつや不安に対する対応などが、えー、参考にされていたんじゃないかなと思うんですね。あ,のあともう一つは えーまあ、今回、コロナウイルスということであの、感染を防ぐという意味で、各病院ではあの電話診療で対応できる人は電話診療をなるべく導入すると、あとあの薬も、えー、取りに来てもらうのではなくて、薬局にファックスを送って、そちらで対応してもらうと、えーまあ、そういったことで、なるべくあの病院の受診者数を減らすという対応を、えー、多くの病院で取っていたと思います。で、あの私どもの信州大学の子どもの心診療部でも、えー、そのような対応をしていたんですけれども、あの実はですね、 電話診療や薬局への処方箋、ファックスをやりますので、どう利用してくださいということをインフォメーションしてたにもかかわらず、実際に電話診療で対応したのは全体の2.9%、あとですねあの感染するのが怖いから、ちょっと病院にはしばらく行きたくないので、予約をキャンセルしたいという、えー、お,お電話があったのが、ですね予約のうちの3.9%ということで、とても少なかったんですね。なので まあこれを合,合わせるとだ、90%以上の方は、ですね結局、あの普通に病院に来てあの診察をしてました。で、あのじゃあ、それだけ皆さん、不安や抑制、大変だったのかと思いきや、そうでもなかったんですね。で、これがあの、まあ、今回、私どもの,あの一斉休校期間中も軽減したことなんですけれども、どうもですね、 あの子どもさん自身があの心配だからあの相談したいというのはそんなになかったですね、で少数ながらあった子どもさんの変化というのは何かというと、まああの、こういう時期だったので、感染や汚染をことさらに気にしてしまうということで、外出を嫌がるお子さんや、あと手洗い脅迫などが少し増加したということはありました。 あと、まあ、お父さんお母さんも在宅勤務が増えたりして家で家族と一緒にいる時間が長かったということで家族との衝突が増えたという相談も少しありましたあとはまあ当然進学を控えた中学3年生が進路の不安を感じるという、まあ、そういったご相談も少しありましたでも実際のところこういった相談はあの少数ですねあのうつや不安ということを直接訴えるというそういうあのご相談はほとんどありませんでした であの5月の後半からです、ね、学校が部分的に再開をして、まあ、具体的には子どもさんが交代交代登校するという分散登校ですとか短縮授業ですとかあとはあの一部の学校ではオンライン授業などが導入された学校もありました。ここういうい授業になってあの少しし元気を取り戻したどころか 一斉登校になる前の事態よりもこの変則的な授業の方がフィットしているというお子さん方があの私の患者さんでは結構いらっしゃいましたね。であの特に印象的だったのが例えば特別支援学校というのは本来あの特別な支援をやるのが専門であの、ね、知的障害のお子さんなんかがたくさん通ってらっしゃるんだけど特別支援学校ですらですねあの分散登校で子どもさんがあのなんか勉強に意欲的に取り組んでいて それまではそうでもなかったと、であの実はそれは前々からあのちょっとそこの特別支援学校の授業のやり方というのは子どもさんにはきつすぎるんじゃないかと僕らが金ねねの言っていたにもかかわらず、学校の方がでもやらなきゃいけないことだからと言ってやってたんですね、なんだけど、分散登校でやむを得ず授業を少し間引きしたら、その方が子どもさんが意欲が高まってよく勉強してたなんていうね、そういう事例もあったということで、まあ、だから実は、多くの学校がですね、結構、 あのまあ、私どもがかかっているのはお子さん方にとっては、あの負荷の高いあのカリキュラムを組んでいたと思われるんですねで、それが分散登校などで、まあ、比較的ゆったりとあのした生活を保障することによって、子どもさんたちが意欲的に学校に通えるという方が出てきて、でしかも今回、結構。 休校だったのでもともと不登校だった方とか、もともとゲームに没頭して、昼夜が逆転気味だった方も、ですね若干その生活に飽きて、ですねあの少し学校行ってみようかななんて思って、あの実際にこう分散登校の時にはあの出席してたなんていう方が結構出てましたねねところがでですす、ね、のその後あのまたですね。 結局、今回の一斉休校と、それからその後の再開後の子どもさんたちの様子を見てると、あの通常どんな状態で学校生活を送っていたかということによって、休校期間中の状態というのが異なるということがわかるわけですね。だから当然その 普段学校に楽しく通えてたお子さん方っていうのは、えー、休校によって不安や抑鬱が出てきたということはあり得るんでしょうけども、もともと私が見ている方の多くは、発達症あの学校があまり楽しく通えてないというお子さんが多かったので、まあ、そういったお子さん方にとっては、ですねあの休校や分散登校というのが、あの子どものんにちょっとはいい状態になれたという、そういったことが言え,か言えたかなと思いますね。でただまあ残念ながらあのその後 どうやら学校がです、ね、あの必死で元のペースに戻そうと躍起になっていて、まあ、私はそのの元の木阿弥状態という風に言っていますけれどもあのせっかくあの私が見ている子どもさんにとっては学校がいい変化になったかなと思いきやです、ね、また6月以降にあの通えなくなってきて、えー、も,もしくは、いろいろ相談事が増えてきてです、ね、6月から7月にかけてあの私の外来はあの臨時の受診予約が殺到していてあのパンク状態という、ね、あ,のあ,りがたいありがたくない <laughs>。 話になっていますであのちょっと文献をあの見てみますけれども、2017年にですねあのノルウェーで出された論文なんですけれども、えー、自閉スペクトラム症の小中学校に通ってらっしゃるお子さんの中では、えー、登校拒否行動の出現割合が高いというあの論文が出ています。でこれはあの小中学生、えー、に対して ある一定期間です、ねあの、モニタリングをしてで、そのモニタリング期間中に、えー、学校に実際行かなかっただけでなくて、学校に行きたくないなという、えー、態度を取ったということも含めて、その登校拒否行動というふうに定義してです、ねで、その登校拒否行動がその一定期間中にどのぐらい出現したかというあのデータを取ったんですね。でそうしたところ えー、自閉スペクトラム症ではない定型発達の子どもさんでは小中学校合わせて7.1%の子どもさんが登校拒否行動を取ったのに対して、えー、自閉スペクトラム症の方の場合には42.6%ものお子さんが何らかの登校拒否行動を取ったというデータが出ました。 これは驚くべきデータですよねであの北欧っていうのは比較的あのインクルーシブ教育が進んでいる地域ですので、あのこのお子さん方もあの通常の学級であのインクルーシブ教育を受けてらっしゃるわけですけれども、実はインクルーシブ教育っていうのは、自閉スペクトラム症の方々にとって必ずしも快適とは言えないということが、これでも示されているわけですね。学校とというのはですね行きたたたくくなくなることがあったとした時 まあ、よくここうういうことを経験します。学校の先生方は何か家庭で問題があるから学校に行きたくなくなってるんじゃないかっていうふうに思うんですね。であのところが家族はあの学校の中に何か問題があるので子どもが学校に行きたくなくなってるんじゃないかなと思うんですね。でこれはあのかねてからねあの、まあ、僕らはどちらかというと親御さんの話を聞いていろんな物事を見る側に立ちやすいので親御さん方の話を聞いて学校ってあんまりいいところじゃないなっていう。 思いがちだだったんだけどでも、それはちょっと偏った見方かもしれないなと思ってたんですよね。だけど、今回その、一斉休校の問題とその後の再開をめぐっての、ね、一連の流れを見てると、やっぱり学校に行きたくないお子さんのため学校のやり方が変わったら楽しく行けた時期があったんですよね。まあ、それを考えるとね、やっぱり不登校の最大の要因は学校の中にあることの方が多いんだろうなというふうに思いますね。よ、まあ、よくよく考えてみたら当たり前なんだけど 学校が子どもにとって楽しい場所であれば、例えば家庭がなかなか難しい場合でもね、家庭にいるよりは学校に行った方が楽しいと思えば、学校に行くわけですよね。だから家庭に問題があるから学校に行きたくないっていうのは、まあ、一部そういうお子さんもいるんですけれどもあの、やはり例外的ですよね、やっぱり学校が楽しいか楽しくないかということが一義的に非常に重要で、やっぱり不登校の問題っていうのは、学校がそんなに楽しい場所に慣れてないということで、あるということですね。 多くくのの子供さんはなぜ学校に行くのかとということですあの一番理想的な理由というのは、授業が楽しい、部活が楽しい、友達に会いたい、まあ、こういったあの3拍子全部揃っていれば一番いいんですけれども、まあ、なかなかそううまくいかない場合もあります、まあ、これが全部揃ってなくても、まあ、消極的にね、にやることもないから、学校にでも行くかなんていう形で、学校に行ってらっしゃる方もいるかもしれません。 まああの3つ目に書いたこれはちょっと冗談半分で書いてますけれども、ね行かないと自分の身が危ないというのは、家で学校に行けて強く脅されていっているような方がいるのかもしれませんけれども、いずれにしても、ですねやっぱり学校に行くにはそれなりの理由があるわけですよね、いわゆるマルトリートメントによって、学校に行かないという方が出てくることはあります。特に えー、親御さんが虐待の一環として学校に行かせないなんていう対応を取っている場合には、ね、当然行きません、えー、し、それからネグレクトをして放置していると子どもさんがあの自主的には学校に行かなくなるなんていう方が出てくることはありえますけれども、まああの、数からするとこちらの要素というのは少ないですよね。 そのマルトリートメントのリスクファクターとして、滝川先生が出されている要因をここにご紹介しますけれども、こういった要因があのによって学校になかなか行けなくなるという人が全くいないわけではないですね。だけれども、あのどちらかというと、この要因よりも学校側の要因の方が大きい。でじゃあ、学校側の要因ということですけれども、あのまあ、基本的にはです、ねえー、準備状態として授業が楽しくない。 それから授業以外の活動が楽しくない、それから対人関係がうまくいかない、それからどうしても出たくない授業がある、それから対人トラブルが発生したと、まあ、こういったことが揃うと、ですねあの、学校に行けなくなるということが起こるわけですね。だから、日頃から何らかの準備状態があってで、そこに何か突発的な引き金が起こって、ですね、それで学校に行かなくなるということが考えるわけですね。 であの不登校というのはできれば予防できるように越したことはないですけれども、なかなか完全に予防するというのは難しいです。というのは、あのまあ、授業が楽しいか楽しくないかとか、えー、部活のような授業以外の活動がうまくいっているかどうかとか、対人関係がうまくいっているかというのは、あの相手にが必要なこう活動ですよね。 で学校というのは必ず対人関係を伴うので、相手とのミスマッチによって、ですね、どうしてもあの行けなくなることが、ある一定の確率でありえると思うんですね。 まあそういった意味であの、不登校を完全に防ぐということは難しいかもしれませんけれども、まあ、ミスマッチをある程度ですね理解しておくということは重要かなと思いますね。で特に発達障害の方っていうのはの、他の人たちとの相性というのはとても重要になってきますので、まあ、そこら辺で、えー、不登校が起こりやすいかなというふうには思いますね。ここにあの今、ご紹介するのは架空の事例ですけれども、これはあの小学校5年生ぐらいのイメージですね。で えー、クラスの友達数名からいじめられたことをきっかけにして学校を休むようになったと。で、えー、休んでるとね、担任のせいがあの家に寄ってくれたりすることが出てくるんですけども、ある朝、担任が家に寄って、で強引に本人を学校に連れてったそうです。でそうすると、連れてっちゃうと、その日は楽しそうに学校で過ごしてたんだけども、えー、その翌日からもう絶対に学校に行かないとであの。担任が家庭訪問してももう絶対に会おうとしないと。 そういったことが起こってしまって、結局、あのまあ、もう全然学校に行かない状態になってしまったということで、まあ、児童精神科を受診して、でそこであの自閉スペクトラム症および適応障害と診断されたというような事例、まあ、こういうのを比較的経験することがありますよね。でこれあの、自閉スペクトラム症の方というのはあの、予定が予定通りにことが運ぶというのがものすごく安心材料なんですね。だから、あの例えば、うん、学校に来てよと言われてですね、 本人が行く気になったらあの行けばいいんだけれども、本人が行くつもりもないのに強引に連れて行かれるというのは、本人にとってはもう恐怖ですよね。であとあの、よく学校の先生なんかであ,のあるのが、あの顔を出すだけでいいからおいでよとかね、教室にあのちょっといるだけでいいからって言って、行ってみたら、まあ、せっかく来たんだから1時間ぐらい授業出てってよとか言われると、これも予定に入ってないことを急に言われるわけですよね。でそういうういこととされちゃうと あの次行った時にも似たようなハプニングが起こるんじゃないかということが不安になって、二度と行けなくなりますし、まあ、あのそういったあの担任の先生というのは、もう約束破る極悪非道なやつだという位置づけになってしまいますので、まあ、当然、学校行けなくなりますよね。 であの学校の先生というのは本当に能天気な生き物だなと思うんですけども、あの来ちゃったときにです、ね、それなりに楽しそうに振る舞うんですよね、この方もそうでしたけど、でね、来たら楽しそうなんだから、来れないのは親が送り出せないのが悪いというふうにすぐ思うんですけど、これは大嘘です。基本的に、ね、あの登校しぶりというのはあの、やっぱり行きたくないからとしぶる場合の方が多いんですね。でごくたまに切り替えが悪いから あのしぶるっていうあの例えば朝、ついテレビ見ちゃってて、テレビが終わるまでは学校に行けないとかね、なんかつい何かあのおもちゃで遊び始めちゃって、親が促してもなかなか行こうとしないなんていう方がいたりしますよね、でそうすると、あの朝渋ってたからさぞかしつらいだろうと思ったら、学校行ったら楽しそうにやってたと、まあ、こういった場合もなくはないんですけれども、まあ、そういう切り替えが悪い方の場合は、あの学校が楽しければ帰るときも渋るはずなんですね。 だから私はそ登校しぶりっていう話が出たときに、あの学校来たら楽しそうですよっていう話が出たらね、ね必ず聞くことにしているのが、あの帰るときに帰宅しぶりはありますかということを聞くようにしてますね。で95%以上はないです、ね、あの帰宅しぶりはな,いなく、ですねあの笑顔で帰っていきます。学校の先生たちは本当に能天気だなと思うんだけど、そういう時にあに充実した一日を送って、晴れ晴れとした気持ちで帰ってきたと思っているんだけど、これは全然違うんですよね。 あのやっとこれで一日のお勤めが終わったと思ってせいせいした気持ちで帰っているわけで、一刻も早く帰りたいというね、そういう気持ちにのられるわけで、そういったことをねあの学校の先生方に分かっておいていただくということが重要かなと思いますねその不登校の問題で、まず大事なのは、登校しぶりの時点からですね本人の気持ちとまあ親や学校の先生方の,あの見方との間で、視点のずれというのが起こってくるということです。 であの大人から見ると、です、ね、登校しぶりというのがまだトラブルのスタートだというふうに見えやすい、であのまだまだ、ね、本当はちょっと行きたくないぐらいのことなので、頑張っていけば行けるようになるはずだということで、ちょっと努力をさせたいと思っちゃうんですね、それからあの学校に何か問題があるというふうにはなかなか思わないのであの、学校が何かを変えようとかね、そういうことを思わずに、とにかく子どもの努力でなんとかさせようというふうに思いがちです。 で一番心配なのは親にしても先生にしても勉強の遅れということになりますね。で子どもの視点で見ますと、です登、ね、校しぶりというのは、あの心の中でいろいろ葛藤をしていた、そのトラブルの最終段階でようやく行動に出ているという現象なわけですね。だから、子どもさんの中では問題のかなりこう最終段階に入ってきているところでようやく出てきた行動なんですね。ここでまず1つ視点がつれますねで。これまで努力してきたけど、もう限界だという SOS のサインなわけです。 であのもし学校に通えるようになるためには自分の努力ではなくて学校側に努力をしていただく必要があるんだけどあのそれがなかなか学校に通じないという問題がありますねで勉強が遅れるという方は本人だって心配しているわけですけれどももう辛くて勉強どころではないという、まあ、そこまで追い詰められているということがもう登校しぶりの段階からあるわけですよねでこのあたりであの対応であのしばしばあの親御さんと子どもさんの間でボタンの掛け違いが起こってですね まあそれまで比較的、あの関係が良かった親子関係ですら、この登校しぶりの段階で親御さんが無理に学校行かせようと頑張ることで、あの親子関係の葛藤がが生じたりりすすることがありますあの発達障害で,です、ね、あの重要なのは、発達の多様性をもっと皆さんが理解していただく必要があるということですね。 で我々はその人間の発達というのは、確実的にあの同じように発達をするというふうになんとなくこう先入観で思い込まされているところがありますの発達心理学をです、ね、あの教育の方面にあのていうかか間違った形で引用することが出てきてしまったからだ,だと思うんですね。もともと発達心理学というのはあの平均的な発達はどうなのかということを統計学で明らかにする学校。 だから例えば何歳でこういうことができるとかねあのそういう知識っていうのはあくまで統計的な平均値に過ぎないわけでばらつきがあるわけですよねでところがその統計値をもとにして教育のカリキュラムを作るときになんかこの年齢だとこれができなきゃいけないというノルマに変わってしまうことがありますでそうするとノルマに達してないお子さんとかノルマから外れているお子さんっていうのがなんかいけないお子さんのように、ね、あの錯覚するんですねでそうではなくてですねれには あの今の発達心理学の常識というのは子どもの発達にはかなり多様性があるということなわけですね。それから一人の子どもさんの中あのいろんな領域があってですねでその各領域が同時に均等に伸びるわけではないということの知識の方が重要なわけです。でそのことを分かるとあの一人一人の子どもさんに対して個別化したオーダーメイドのあの教育カリキュラムが必要だということはあの本来も一目瞭然なわけですがところがですねまあ我が国の え義務教育というのは、基本的にはですね一斉一律の集団指導ということを前提にしてますよね、当然、学習指導要領というのの中で、何年生ではこういうことを教えるというのが、かなり細かく決まってます、これはおそらく、発達心理学的な平均値から、1標準偏差前後程度の人子どもさんたちにしかなじまないカリキュラムなんですね、1標準偏差プラスマイナスということでいうと、大体7割ぐらいです。 だから大体7割ぐらいの子どもさんには、ある程度、えー、ぴったりしてるのかもしれませんが、残り3割の子どもさんにとってはなじめないわけですね、のえー、例えば、ね、勉強が苦手なお子さんだけでなくて、勉強があの進んでるお子さんにとってもなじまないですよ、あのもう授業始まる前から分かりきっていることを、あの1時間おとなしく座って、じっと先生の話を聞いたふりしなきゃいけないようなお子さん方もおられます。 逆に同じ授業を聞いて同じ学年なんだけれどもその授業がさっぱりわからないというお子さんも混在しているというのが今あの教育システムの問題ですね。であと、あの子どもさんがあのクラスを選ぶことや担任を選ぶことも含めて、まあ、そもそも学校を選ぶことも含めてです、ね、一切何も選択肢が与えられていないという問題があります。 でですので学校が合わないなと感じたときにあの、行くか休むかの選択肢しかなくなるということですね、まあ、そもそも休むという選択肢すら与えられてないと感じてもらえあの義務教育という言葉をあを大人は意図的に子どもにあの間違えて教えてまして、本来、義務教育はあの大人が子どもに適切な教育を与える義務があるというのが義務なんですけれども、なぜか子どもが学校に行く義務があるというふうに義務教育を我が子に教えてる親というのがあのとても多いですよね。 でこれで子どもさんがです、ね、あのがんじがらめになっていて追い詰められて結局、不登校というのはもう最後のなてうかなこう崖から飛び降りるほどの選択なのかもしれないわけですよね。あと、やまあ、いわゆる社会的弱者にあたるような人たちが、まあ、そういったがんじがらめのシステムの中で自分に適切なあの教育を受けるという権利が全く保障されていないというこれがあの義務教育の最大の問題だと思いますね、まあ、そういった中でですね。 あのさらにあの今の発達障害をめぐるあの情勢というのがあのインクルーシブ教育の間違えたあのまあ、応用を希望する親御さんが多いそれから一部の学校の先生たちもそれ様に賛同しているというところが問題かと思います。でどういうことかととあの親御さんにこれよく見られる就学時の願いとしてあのまあ、例えば子供さんが何らかの発達障害の診断を受けている 親御さんでであってもですね、定型発達の子どもた,ちが周りにたくさんいるといい刺激を受けるんじゃないかという錯覚を持ちますねあの実際に成人期に達したご本人さんとあのその時の気持ちを聞くとですねあの、やっぱり定型発達の子どもに囲まれて自分1人が孤立するんですね自分だけ他の人たちとは違うという感覚を毎日持ち続けながらあの学校生活を送ってい 来ていいるというそういう実感を持っていいららっっっししゃゃるる方大勢いらっしゃるわけですだからそういった意味で、今の学校制度の中での何も配慮せずに普通のクラスに放り込むというのは、子どもさんをあの孤立させるということになるわけですね。だから親御さんとしては良かれと思ってやっていることが完全に裏目になっているという、いまあ、あの未だに全国的にあ,あ,あちこちの学校で行われているということが言えるかと思いますね。であと 発達障害の方っていうのは、基本的には行動で診断をするということがあの多いですね。だから発達障害の定義も、例えば対人関係とか、あのこだわりとか、集中力がないとか、多動とかっていうのを基本的に他人が見た行動の特徴なわけですけれども、実際にはです、ね、そういった行動を示すお子さんの内面が大事になってきます。でさらに言うと、あの発達障害の特性を内面には持ってるんだけれども、表に行動化しにくいお子さん方もいるんですね。 そうういいいった子供さんんが実は不登校ななかになりやすいということが知られていますで。ここに示している5歳の女の子の例ですけれども、この方はですね、あの保育園の時の例ですけれども、あの保育園に行き渋り始めたんですね、園の先生からは全く問題がないと言われてたお子さんなんだけれども、えー、行きたくないと、園の,の先生から見ると、何にも問題がないのに行き渋っているというのは、お母さんの促し方が下手なんじゃないかと見なされてた可能性がある方なんですが。 まあ、この方、ごのご兄弟が自閉症で先に診断されていたので、親御さんが発達障害の特徴がこの子もあるんじゃないかということで,です、ねあの、早めに受診されたわけですね。でまあ、それが良かったんですけども、あのこの方のあの普段どんなことを考えているのかというか、どんなことを困っているのかということを聞いたとき、ここのスライドに上げたようなことを実際にご自分がおっしゃったんですねで。この中で、例えば3つ目見ていただきますと、保育園のランチルームでうるさいと頭が痛くなって、イライラすると。 つまりこの方はあの聴覚過敏の問題があったので、えー、みんながわが家へ騒いでてあの部屋の中が反響しているとあのうるさくてあの頭痛くなっちゃうんですねでそうするとランチルームでうるさい時間というのは当然お昼ご飯を食べている時間なんですがお昼ご飯が楽しくないわけですよね他の子は楽しく食べているのにこの子だけで楽しくないお昼時を過ごさなきゃいけないそれから4つ目ですけれども友達にごく遊びを誘われるのが嫌だということをおっしゃったんですね で5歳の女の子の遊びの,あのほぼすべてがごっこ遊びですよね、でそういった中で、このお子さんはごっこ遊びがそんなに好きじゃなかった、だけど、あの誘われるからなくやって付き合ってやってたわけですね、あまあ、こういった方にしばしば見られるんですけどあの、どうして嫌なのに付き合ってやってるのって聞いたときにです、ねあの、女の子はごっこ遊びしなきゃいけないでしょうと、で他の子も嫌だけど我慢してやってるから、私も頑張ろうと思ってたというふうに、後でおっしゃってますね。 で実は他の子は楽しいんですよね。だけど他の子は楽しくて自分だけがそんなに楽しくないということにまだこの子は気づけてなかったんですね。まあ、そこが自閉スペクトラム症の特徴がちょっとあるために他の人の気持ちを察するということがあんまりうまくいってなかっただからあの他の子たちは楽しく生活をしているのにこの子だけは全く楽しいと思えずに保育園生活を送っているんだけど先生にはそれが見えてなかったというそういう事態が分かったわけですね。 こういったことが早く発見されると、この子もそうですけども、そのことをちゃんと説明をして、対応を取っていただくことによって、不登校や不登園は避けれるわけですね、この子も実際、避けることができて、ですねその後も学校もある程度順調に行かれた事例だったですけれども、なかなかそれがうまくいかないと、不登校になってしまうということが起こり得ます。あのやっぱり自閉スペクトラムの方々というのは、ものの考え方や感じ方の流儀が違うところがあります。 ちょっと今、のスライドにお示しした、えー、これは雑談ですねで。自閉スペクトラムの方々の雑談って、ここの図に示したような、なんかこう、ちょっとマニアックなね、えー、数字を交えたようなデータ的な情報をたくさん絡ませたような会話が多いですよね。実際あ、あの後でも紹介しますけれども、やってます NPO 法人の市民の会で、あの鉄道オタクの会をやってますけどね、あのそこでなされた会話のサンプルを持ってきたものですけども、でね、これを見て、 いただくと分かるんですけどあのコミュニケーションというのは情報交換だということで考えると実に豊富な情報量が、ねあの、しかもこう総合的に交換されてますよね。だから、あのこれを見たときにあの彼らのコミュニケーションの印象って何だろうとうう思うわけですよね。だけどもう一方でですねこういったコミュニケーションってそんなに日常的じゃないですよね。よっぽど電車マニアの人でなければこういうコミュニケーションを普段はしないわけですね。 で一般の方がやるあの雑談ってどんなものだろうかというのが次のスライドですけれども、わ、まあ、割とあるあの子どもさんのいる、えー、主婦の、えー、道端での雑談をイメージしたものですね、でこれを見ていただきますと、あのまあ、自分の子どもが宿題を忘れたり忘れ物ばっかりしているということを愚痴り合っているような、まあ、そういう雑談ですねであの。改めて問いますけれどもコミュニケーションが あの情報交換だということを考えると、この会話にどれほどの情報があるのかということですよね、あのまあ、自分の子供の忘れ物自慢をしてるだけじゃないかという話、き昨日宿題忘れたからって別に何の情報にもならないわけですよね。で、こういうその形式は総合的だけれども、互いに自分のことしか話してないようなね、こういう会話っていうのも実はよく我々はするわけです。あの実はコミュニケーションには2つの目的があるんですね。 であの一般の方は、実は情報交換よりもです、ねあの、コミュニケーションを取ること自体が主たる目的としたあのコミュニケーションを取りますで、会話を維持するために話題を仕入れるところがありますよね、だからあの話題の内容よりも、何か話しているということの方が重要っていう場面がよくあります、まあ、その最も極端な例が、あの天気の話ですよね。 あの別に今日晴れてますねとか言わなくたって未来明らかなのでそんなこと話さなくてもいいんだけどもまあそういう話をすることによってえま場をつなぐとこういったコミュニケーションを取るわけですけれどももう一方で自閉スペクトラムの方というのはあの情報交換的な要素が一切ない無意味な会話はあまり好まないところがありますよねなのでその情報交換すること自体が目的。 で交換すべき情報がたくさんあるときにはものすごく話が盛り上がるんだけど、まあ、逆に興味のない話題では会話の必然性がないので、黙ってても全く平気と、まあ、そういった特徴のある人たちですよね。でこれの、どちらが正常でどちらが病気という問題というよりは、まあ、それぞれのスタイルが違うという問題の要素の方が大きいかもしれません。逆に言うと、あの世の中にもし自閉スペクトラム的なコミュニケーションを取る人の方が多かったら、 あの無駄な雑談一切なく、みんながね、テキパキとこう情報交換だけのコミュニケーションをして、世の中もっと進んでるかもしれませんよね。だけど、効果、不効果、今の世の中っていうのは、自閉スペクトラム的ではないコミュニケーションを取る人の方が多くて、そういうコミュニケーションを取ってる人の方がいいやつだと思われやすい社会だということで、自閉スペクトラムの人たちがちょっと損をしているという部分があるかもしれないわけですね。 それからあのもう一つ、ですねあの、先行性という言葉を使って説明をすることが多いんですけども、あの自閉スペクトラム症の方々に見られる興味の偏りの問題というのは、要は好みの問題ですよね。で人が何を好むかというのは、こう変えようがないですよね。で今、このスライドに示しているのは、黒ひげ危機一発という、まあ、おもちゃですけれども、 このおもちゃっていうのは通常はあの、剣を1人1本ずつ順番に刺していって、誰が刺したときにあのその剣が飛び出るかということで楽しむゲームなんですけど、これはあの私は発達障害の当事者のグループプログラムの中でやったときにですね、こういう経験をしたことがあるんですねあの。そのグループではね、初めは普通のルールでやってたんだけど、途中でルール変更しようっていうあの提案があってですねで、1人1本ずつではなくて、1人で立て続けに何本も刺して、 誰がし何本刺したところで人形が飛ぶかということをスコアシートに記録をするというルールになったんですね。だから、これはそのスコアシートのイメージ図ですね。だから、6人でやって、まああの、例えば一番上の人は1回目は6本刺したら人形が飛んだと、2回目は5本刺したら飛んだと、3回目は9本で飛んだと、まあ、こういった形で順繰り何本かずつ刺していって、人形が飛ぶまで刺していくということで、例えば8順やると、まあ、合計点が競えるわけですね。 なんかシステム的にはこっちの方がかっこいい感じなんですけど、ただ実際にこれやってる様子っていうのは、ものすごく微妙な空気が流れてたわけですよね。というのは、1人で、ね、何本も刺していると、間が持たないわけですね、結果として他の人たちは漫画を読み始めまして、ですねみんなが漫画を読んでる中で、あの1人だけ黙々とあの剣を刺して、時々ポンと音がして剣、ね、人形が飛んだらまた次の人にあの渡していくみたいなことを、淡々とあの続けていく時間が20分ぐらい流れたわけですね。 あのまあ、そういったやり方って面白いのかなと思ってたんですけど、あの実際にその活動をやった日の,あのアンケート調査でね、あのどの活動が一番楽しかったですかって聞いたら、全員がこれを指したというね、だからその,その場で全然盛り上がってないかに見えた遊び方だったのになぜかみんな楽しかったということが起こった、で実はあの何を楽しいと思うかだって人それぞれなわけですよね。でこの人たちは たまたまこのルールが楽しいと8 6人集まったということになるわけです。だけど逆に学校のような社会ではこのルールが楽しいと思う人というのは圧倒的に少数派になるわけですね。だからおそらくこの人たちはもしこのルールを学校で提案しても多分却下されるかやり始めてもちょっとやったところでみんなからつまんないってクレームが来てですね、やめてしまうようなことになるわけですよね。あの実はは、発達障害ののののの人とといいうういうそものの感じ方とか好みの問題で、で、常に少数派で えー、集団活動の中で,です、ね、自分の提案が一切取り入れてもらえない可能性のある人たちだと理解していただくと分かりやすいんじゃないかと思うんですね。だからそういったそのみんなと一緒に過ごしているんだけども自分にフィットした活動を一切させてもらえない環境でずっと生活するというのがどれだけ辛いことかということをです、ね、ぜひあの想像していただければと思うわけですよね。そういう発達障害の人たちのものの感じ方のもう一つあの続きの話ですけれども。 あの一般の人はですね、えー、やるべきことが増えてきたときにやりたいことを削りますでやらなきゃいけないことを先に優先して乗るべきことやりたいことをやるということをやりますよねだから、まあ、普通やりたいことをやる時間のことを良かと言います発達障害特に自閉スペクトラム症あのやるべきことが増えてくると生活が乱れるんですね で今、スライドに示したようにあのやりたいことが暴走します。比較的よく経験するのはあの宿題が増えてきたときにあの、まあ、宿題も頑張ってやるんだけれどもその分あのゲームをやる時間が増えてしまって結果としてあの身の回りのことをだらしなくやらなくなって寝る時間を削るのというようなことがよく起こるんですね。でどうもその彼らは これ以上は妥協できないという最後のラインみたいなのがあるんですね。今、点線で示しましたけど。でこのラインを超えてやるべきことが増えると、それがストレスになりますね。でこのラインは絶対に死守したいので、まずやりたいことを削るということをしない。でその上にストレスを受けたときに、ストレスを発散したくなるので、その分さらに上乗せしてやりたいことをやるので、まあ、結果として生活が乱れてくると。まあ、こういったことを経験しますね。なので、実はその自閉スペクトのに、健康に、 医者いらずで、ね、あのハッピーに生活していくためにはあのプライベートタイムを最優先してですねやりたいことから順にやって睡眠ちゃんととってでやるべきだとは分かっているけども気が進まないことは最後に残った時間でちょこちょこっとやると、まあ、このぐらいの感覚で生活していかないと多分持たない人たちだという理解をしておくべきだと思うんですねでだからあの彼らにとっての良かというのはやるべきと分かっているけど気が進まないことをやる時間。 とといいううふうに定義すすべきなんだと思いますねでこのぐらい大幅に発想の転換をして生活設計をしていかないとどこかであの潰れてしまうということが起こりますであのところがです、ね、私が今言ったようなあのライフスタイルというのは日本の勤勉でなんていうかなこ,こコツコツと努力をすることをもっととする日本の社会では一番意味切嫌われるライフスタイルなので、まあ、大体させてもらえないわけですねなのであの何が起こるかあの皆さん過剰提供します 基本的に、発達障害の人というのは根が真面目なので、あの、なんとか周りに合わせようと思って一生懸命頑張っちゃうんですね。で、結果として、あの、その頑張りすぎて、それは、その症状が表に出やすくなってくると、脅迫という状態で、いろんなことをしっかりやらなきゃということで頑張りすぎちゃう。で、逆に、あの、ちょっとエネルギーがなくなってきちゃうと、抑うつ的になって、威力が低下して、えー、外に出れなくなっちゃうと。まあ、こういったことが起きやすいということですね。なので、その発達 基本的にはです、ね、今の日本の社会の中では、集団の中で息しているだけでも相当なストレスを感じていて、一見、普通に振る舞っているだけでも、すでに過剰適応していると言っても過言ではない状態の発達障害の人たちが、極めて多いんだというふうに理解すべきですね。まあ、そういった状況の、ね、発達障害の人たちが被りやすい問題としてあるのが、いじめです。 でいじめというのはまあ当然、暴力や嫌がらせなどによって精神的な苦痛をまあ与えることがいじめなんですけども、いきやすい背景との人っていうのはどうしても、ね、あの他者と自分を比べるという序列化思考の本能というのがあるわけですね。であの 序列化して自分が例えば優位に立ってるぞと思ったらそれで優越感がありますし自分の方がちょっと劣ってるぞと思うと何らかの劣等感を感じるというのは誰でも経験することなんですけどもそこにですねその優位に立つ人から劣位に立つ人に攻撃性が伴ってきたときにいじめが起きます普通は優位に立っているということで満足をする人の方が多いので優劣があるからといっていじめが必ず起きるわけではないんですねところが優位に立っている人が劣位だと自分が見なした人に対して攻撃を仕掛けたときに もしくはその劣位だと思っている人が自分よりも優位だと思っている人から攻撃を受けたと感じたときに、まあ、いじめが起きるわけですね。なのでいじめというのは通常いじめる側の精神病理です。あのもちろん、生来性の攻撃性を持っている人というのもい,あのい,らいらっしゃいます。なんだけれども基本的にいじめが起こるときというのはですねいじめを起こした子どもさんの家族に何らかの病理がある場合が多いですね。だかからら家族から受ける心理的なスストレスで まあそれを発散するはけ口としていじめが起こると、まあ、もしくは学校生活の中で何らかのストレスがあって、そのはけ口としていじめが起こる、あのい,いわゆる傍観者の態度をとるというのも、一種のいじめへの加担なんですけれども、こういったお子さんがあの上の3つほど病理は深くないですけれども、自分がいじめられることへの不安や恐怖があることによって、萎縮してしまって動けなくなると、まあ、これもある種の病理ですよね。いいいずれにしてもいじめのの問題っていうのは あのいじめる側の病理が強くなったときにあの、明らかになりやすいですね。そうですねあの社会や世相を映す鏡とも言えます、だから社会的に優位な人が他者への攻撃性を持ちやすい社会集団では、いじめ発生のリスクが高まりますよね、だからその、まあ割と、なんていうかな、こう政権に就くような人たちが弱者をいじめるようなことを平気で言うようなどっかの国なんかは、あの当然いじめが発生しやすいということがありますよねでまず標的的にされるのがあの社会的弱者ですよね。 社会的弱者というのは当然、あの強者よりもです、ね、より強く声を上げないと対抗できませんので、あの社会的弱者が強く声を上げたときにあの、社会的な強者の側がそれを批判するというのはなぜか、あの今あの、このいじめの問題について一番勉強ないのは、あのアメリカの,、まあ、あの黒人差別問題ですね、あのあたりの動きというのは、まあ、いじめの対応を考えていく上では非常に参考になるかなと思います。 いじめが発生しやすい社会というのは、まあ、過剰な序列化思考とそれから福祉を軽視する社会ということになりますね。 で、逆にいじめの発生しにくい社会というのは、社会的弱者の権利を尊重するという立場の人たちがあの体制を占める社会ということになりますので、いじめを予防するためにはですね。社会から変えていく必要があ,るあのね。大丈談だに考えて社会というとあれですけれども、例えば学校でいじめをなくすためにはですね。先生たちが率先して社会的弱者の権利を尊重する姿勢を示すということが非常に重要になってきますよね。逆にいじめが多発する学校っていうのは、あの何らかの形で校長をはじめとした。学校の先生たちがあの社会的な序列と弱者へのあの。 なんていうか権利を踏みにいじるようなことを無意識にやっている可能性があるというふうに考えるべきですね。あ今言っちゃいましたけれども、あのいじめを抑止できない学校というのは、まあ、生徒の一部にいじめが発生しやすい精神病理があると、で教師の中にも序列化志向があって、それを助長すると、まあ、この2本立てが揃ったときにです、ね、いじめが起きやすいということが言えます。あのそういった時に あのいじめられる側というのはです、ね、基本的には自分があの社会的に弱い立場だということを認識しやすいので、当然、自分に問題を、ね、感じやすいんですね、だからそのいじめの問題が難しいのは、いじめる側の攻撃性だけじゃなくて、いじめられた側が自分にも非があるから、自分はいじめられてもしょうがないんだというふうに思ってしまうという、あの大きな問題になります。でこういったことで、本人が学校に行くのが怖くなってしまって、不登校が起こるということも、まあ、しばしば起こるわけですね。 ちょっと話を変えますインクルージョンという言葉は先ほどからもあの何度か人にあの社会には多様な人々が生きていて、まああのねまあ、基本的には例えば障害があってもなくてもですねべての人が平等に参加できる社会というのがインクルーシブな社会ということなんですね。なんだけれどもこれがよくま平等な参加というのがみんな同じプログラムに一緒に参加しなければあのなんか義務感のようなね そういった誤解をする人が多いですね、これは完全に間違いです。で、あの実は、インクルーシブな、えー、教育の中で、私が一番問題だのは、これですね、宿題です。あの私は義務教育の,あの中で行われている宿題というのはあの、害しかないと思ってますね、もう害悪ですね。なので、これも私はあの自主的に選言って、これはあの私、ツイッターをするときに必ずハッシュタグでこれを最近はつけてるんですけど、あの宿題は100害や 一応、注意書きを入れますと、ですね、全員に一律に出す宿題です。あのもちろんね、個人が自分は、ね、さらに勉強したいので、宿題を出してほしいと望んでいる人に対して、宿題を適度な量を出すのは全然問題ないです。あの子どものに好む、好まざる、ね、子どものレベルを一切考えずに、全員に同じ宿題を一斉に出すという、今の小中学校のやり方というのは、もう外役以外の何者でもないですね。 これは、ね、勉強ができ,るとできる子にとっても快悪です。というのは、勉強ができる子というのは、宿題をやらなくたって勉強が分かるわけですよね。だから、宿題をやるだけ時間の無駄で、その分大、もっとその子にとって大事な勉強をやる時間が奪われますよね。それから、勉強が苦手な子というのは、勉強が苦手な子に宿題をたくさん出されると、それが負担で勉強が余計嫌いになりますので、あの先生があえて子どもに勉強を嫌いにさせるようなことをやっているわけですね。だから、あの宿題をやったことによってね、子どもさんが学べてよかったとっいうことを、 心から思えるようなあの宿題っていうのはめったに見たことないですね。あの皆さんもそうだと思うんですよね。自分の胸に手を当てて、自分あのね。あの時の小中学校の宿題があったおかげで、今の自分があるって思えてる人ってどれぐらいいるか聞いてはですよね。ぜひあの後アンケートであの投票していただきたいと思いますよね。なので、あのこの特に全員で一律に同じ課題を出すということの。害悪が今まかり出るというのが、あの日本の社会のあのま諸悪の根源ので。で これがです、ねはたね、要するにいろんな意味で、宿題もそうですし、カリキュラムもそうですけれども、他の子と同じカリキュラムが合わない子どもさんが、無理やり同じカリキュラムに、あの平等の名のもとに参加させられるということが起こるんですけど、特に自閉の方っていうのは、あの定型の人たちと同じ場に、ただ漫然と参加していてもね、あの自発的に他の子と良好な関係は結べないんですね。 彼らが他の子たちと良好な関係を結ぶためには、ですね、大人の非常に丁寧な配慮とね、間をの仲介が必要になってくるわけですで。そういったことを一切せずに、ただ漫然と混ぜているだけでは、結局、子どもさんが孤立するだけだということですね。じゃあ、どういうことかということですけれども、これはですね、基本的には、あのみんな一緒という言葉をですね、あの捉え直すということですね。 で本来、みんな一緒っていうのは、英語では t o g e together あのだと思うんですねで、別に、例えば一緒に野球をやろうって言った時、ね、あのピッチャーやる人もいれば、バッターやる人もいて、守備をやる人もいて、いろんな人がいろんなことをやってて当然なのなんかね、日本でみんな一緒っていうと、なんかみんなで同じことをやるっていうイメージで捉えられがちあの一緒という言葉だけれども、英語で言うと、セイムということになりますね、でト h ザーとセイムは違うわけです。 でところがなあの、学校っていうのは、みんな同じことをさせたがりますよね。でこれはあの非常に困りますで。もっと言うとですあの。もし本当にインクルーシブに教育をやるんであれば、みんな一緒っていうのはみんな同じ場で楽しく生活をすることなので、あのみんな一緒なんだけど違うことをやってていいわけですよね。で本来の教育っていうのはこうあるべきなんですね。だから、あの例えば体育の時間に、 野球をやりたい人たちがたくさんいて野球をやってるんだけど一部野球をやりたくない人は同じ場でバスケットボールをやってたっていいじゃないかっていうのが本あの一緒だしインクルーシブな教育のはずなんですねだからそうやって体育の時間は体育の時間なんだけれどもそれぞれの,あの興味や能力によって、えー、同じ場で違うことをや,やることを許容するというのが本来のインクルージョン教育でありそれなされないと本当の学校教育とは言えないと思いますね。 あのインクルージョンの,あのサラマンカ宣言の中、やっぱりそのインクルージョンというのは人がみんな多様だから、参加の仕方はみんな違ってよいと、すべての人が居心地よく参加できるために、時にオーダーメイドの支援が必要なんだよということを言ってるわけですね。だから、よく特別支援教育とか、特別な教育のニーズということがありますけどこれはあの一般のクラスの中でこそ、これを活かすべきだと思いますね。 であの差別という言葉があります。あのね、最近、合理的配慮という言葉が出て、あのなんていうか、法律の中でも取り入れられて、いわゆる障害者差別解消法というのが出ますので、差別という言葉がありますけど、この差別には2つの要素がございますね。であの1つは分かりやすくてですね、これ、インドのカースト制度とかね、日本の昔の身分社会のように、あの本来、平等な権利を持っているはずなのに、人為的にあの平等な権利を与えるような、まあ、こういう差別というのが、 あるわけです、ね、でもうねあの、人種差別というのは若干違う側面がございます、これはあの、まあ、人為的に差別をしているというところは一緒なんだけれども、あのじゃあ全く平等に、全く同じにすればいいのかというと、そうではなくて、例えばその人種ごとに特有の文化だとかねそのあの、その人種特有に大事にしているものを尊重するということが含まれるべきなんですね。だから、そういう固有の尊厳の確保ということが出てきます。 であの今、なぜこれを言ったかというと、あの障害するあの差別解消というのは、実はその同,じこ同じ権利を保障するということだけではなくてです、ね、その障害特有の文化というものを尊重するという側面が必要になってくるからなんですね。でこれはあの一番分かりやすいのは聴覚障害なんですけども、実はその聴覚障害の,あのかつての、えー、支援法というのは、耳が聞こえなくても、相手の唇を読んで、えー、話し言葉を理解する練習をさせると。 それから自分で自分の声が聞こえなくても自分で口の形をうまく作って発音をしてあの普通と同じような喋り方をさせる練習をするというのが聴覚障害への教育の標準で手話は使っちゃいけなかったんですねだからあの昔の養護学校では手話を教えてはいけなかったんですねだからあの聴覚障害の人たち独自に手話という言語を編み出してきてでむしろ彼らはあの聴覚障害というよりは手話という 言葉を話す民族だという意識を持つ人たちが出てきてでそういった人たちの主張によってあの特別支援教育の中に取り入れられてきたという歴史がございますねであれはあの聴覚障害だけでなくですね例えば発達障害でもそういうことが言えるんじゃないかと思うんですね発達障害の人たち特有のものの考え方や感じ方を尊重してもらいたいとだからみんなの多数派の論理を押し付けるのではなくて 発達障害の人たち特有の文化をそうったクラ,スカリクラス活動だとかね、カリキュラムを作っていただくということが必要になってくるという意味では、発達障害というのは特有の民族だというふうに考えた方が分かりやすい部分があるんじゃないかと、あのー。今、その、まあ、インクルージョンに関連して、ですねいくつかのキーワードがございますので、ちょっとそれをあの整理していきますけれども、えっと、ユニバーサルデザインという言葉がありますね。でユニバーサルデザインっていうのは、あのは、ー 障害の有無を問わず、誰でも参加可能な環境づくりを初めからやろうよという考え方ですね。だから段差のない道路を初めから作るとかね、エレベーターを初めから建物につけておくとか、あのね、信号機を設置するときには、初めから音声の出る信号機にしておくとかね、あの道路を作るときに必ずもう先に展示ブロックも一緒に作っておくと、まあ、こういったことを最初から用意することによって、障害がある人が何の抵抗感もなく、普通に参加できるような社会にしていくと。これがユニバーサルデザインの考え方ですね。ただ あのユニバーサルデザインで部分というのが当然出てくるわけですね。だからあの枠組みとしてユニバーサルデザインでやっておきながらも、やっぱりそれに対応しきれない個別の配慮が必要な部分に合理的配慮というのをやりましょうよということもあるわけです。例えば、あの聴覚障害の人がいるときには手話通訳をつけるとかね、普段からつけるわけではないけれども、聴覚障害の人がいれば手話通訳をつければ不便はないと。ね、それからあの、えー、視覚障害の方や 学習障害の方向けに教科書の音読ソフトを作っておけば、普段は他の人たちは音読ソフトなくても教科書を読めるんだけれども、そういう人たちがいる場合には音読ソフトを使うことによって、その人たちが一緒に勉強できると、えー、いうことですね。あとです、ね、で例えば身体障害の子どもさんがみんなと同じ授業をしている、でなるべくユニバーサルな環境で、 車いすに乗っていても、みんなと同じ勉強していても、例えば体育の時間だけはみんなと同じ授業を受けれないわけですよね、だからそういった時には車いす用の体育の授業というのをアレンジしてもらうと、まあ、こういったことも合理的配慮になってくるかと思いますね当然あの、発達障害の人たちにもこういったユニバーサルデザインの環境ですとか、合理的配慮というのが必要なことは言うまでもありませんが、まあ、やはり少数派の人たちは、少数派の人たちの文化を尊重してほしいというものがありました あの少数派の学習や交流の場の保障というのが必要になってくるかと思うんですねでこれはやっぱり一般の人たちとは異なる独自の学習や交流の場が必要だと思いますでそれにはですねやはり特別支援教育の充実ということが欠かせないと思うんですね例えばあの聴覚障害の人たちに手話を教えたり視覚障害の人に展示を教えたりするというのはこれは一般の人はやらない教育だけれども あのそういう障害のある人たちには不可欠、また、また例えば知的障害の人たちに強化学習をしたりあの特別な教科学習をしたり生活学習をするというのも必要で,で同じようにです、ね、発達した人たちにもあの発達障害の人たち特有の学習というのがあってしかるべきで例えば、えー、対人関係が苦手な自衛スペクトラム症の人たちにソーシャルスキルを教えるようなカリキュラムだとか ADHD の方々に例えば忘れ物を少しでも減らすための練習をするとかね忘れ物をしちゃった時のあのその後の事後対策の立て方を学んでもらうとか、まあ、そういった学習をする場というのを特別に必要なんだと思うんですねそういった場というのは特別支援教育の中でこそ必要あ,のありうると思いますそれからもう1つですねやはり彼ら特有のものの感じ方にマッチした仲間づくりの場というのがあっていいんじゃないかなと思ってます であのやはりです、ね、個別の配慮の考え方というのはその一斉指導にどうしても興味が持てない子どもには初めから計画的な個別の配慮をすればよいという考え方でこれが今の学校の中に不足していると思うんですね。今の学校っっててててどうしてもみ、ね、みんなとと同じことをさせてみてでダメだったら 特別なな配慮しましまょうっていういうになりがちですね。でそうすると、ね、あの発達障害の人たちっていうのは必ず学校生活のどこかで一度挫折をするという体験をさせられるわけですね、でこれはあの他の子たちにはありえない、僕はもう虐待と言っていいと思いますね、だからその不登校の人が多くなるのは当たり前で、初めからあの他の子にはない試練を発達障害の子たちに出さていると、挫折させて、まあ、一部特別支援教育に流すんだけども、一部そ,のそこに流すタイミングを失って不登校になったり。 だからもうそのこう今の学校の考え方自体が、ね、あの間違っているから不登校がこれだけ増えるんだというふうに言っていいんじゃないかと思いますねであともう一方、ですねあの居場所作りということがまあ大事になってくるんですけども、あの発達障害の方々向けの居場所作りというのが今、ちょっと僕は問題があるかなと思っているのはあの、まあ今先、先ほどもちょっと申し上げましたように、 学童期まで発達障害の児童にベストフィットした居場所の提供にどちらかというと否定的で、みんなと一緒に過ごす方がいいんだよという価値観で迫っておきながらですね、できるだけ通常かできる限り通常学級で頑張って限界が来たら特別支援学級や通級,ねでもう一方で通級指導教室なんかも、 あのここで練習して通常学級でうまくできるようになるためのここは仮の場だからこんなところにいないで一刻も早く通常学級に戻れるように頑張りましょうみたいなそういう教え方をすることがあるんですね。でこれは完全に間違っていると思いますね。で、あのもう一方でですね学校以外の居場所作りなんかも、まあ、不登校傾向が現れてからで居場所が提供されるので学習の場所というよりは避難場所の色合いの方が強くてですね、まあ、あの学習なんかとてもやれるような状態じゃないお子さん方を預かりま あの疲れや二次的なメンタルヘルスへの問題への対応に比重が置かれた癒しの場になってしまっているという問題がある方だと思いますね。もっと彼らに適切な学びの場を与えていただ,けるいただきたいなと思います。あのー 多層指導モデルという考え方が学校の中にもありましてね、これはあのユニバーサルデザインの考え方に沿った考え方ということで、今、あの文部科学省なんかは出してますね、えーあの。ファーストステージとして通常の学級内での的な指導と、まあ、これがいわゆるユニバーサルデザイン、それから通常の学級の中での補足的な指導というセカンドステージで、これがまあいわゆる合理的配慮と、それから補足的、集中的、柔軟な形態による個に特化した指導と、まあ、これが特別支援学級などの対応というサードステージですね。 こういったモデルで考えているんだけど、これをもうちょっと私はですね、あの彼らのこう文化みたいなものも盛り込んだ多層支援モデルというのがあってもいいのかなと思いますね。だからすべての人にインクルーシブな環境として、そのユニバーサルデザインの環境を提供するんだとしたら、そこでは多様性尊重の文化を形成し、9割程度の人はストレスフリーで過ごせるような環境ということですね。 それからあの特に ADHD 症状がある人たちが今、日本の社会でははみ,なんていうかはみ出しやすいのでそういった人たちへの寛容さをその皆さんに持っていただくということが必要かなと思っているんですけど、ね、でそれに対してまあ1割程度の人はやはり合理的配慮が必要になってくると思うのでそういった人たちがなるべくそのインクルーシブな環境の中でこう特別な対応を受けられるような、えー、まあこういう合理的な配慮の充実ということですね。 さらにあの、特有な課題に配慮した場の提供ということで、まあ、彼らの居場所作りをきちんと保障するというあの 3, 3つ目のスペシャルメニューですね。すべての人に、えー、適した環境となるべく適した環境と、それからオプションプランを持った形でのインクルーシブな環境と、それからインクルーシブな場所とは違うところでのスペシャルメニューを用意すると。で大事なのはですね この三つ、あの、ご本人、自由なせ、自由選択のもとで行き来できるような環境というのが必要なんじゃないかと思いますね。だから今の学校が、あの、こういう柔軟な、あの、運営を1年生の段階からやらせていただけるんであればですね、不登校はかなり予防できるんじゃないかなと思います。で、あの、このスペシャルメニューのところに、私、ネスティングという言葉を あの私が10年ほど前からですねちょっと言っている言葉なんですけどあの、このスライドに示しました、ロシアの街、これねあの、こういう入れ子の構造のことを英語でネスティングっていうんですね。でネストあの動物の巣という意味もあります。つまり居場所で、コミュニティの中にね、入れ子のようにサブコミュニティを入れ込むという発想ですね。ですけども、今までのインクルージョンってことを考えると、ですねついついたくさんの,あの一般の人の中に、 分散させるような形で、あの障害のあるお子さんを混ぜ,混ぜるというような発想で、ね、あの考えがちでした。なんだけども、右側の図のように、障害のある、同じような特性のある人たちを少数でもいいから、あのグループ化して仲間を作るということも、ね、大事なんだと思うんですね。で、なんていうのかな、余暇活動なんかでこういう活動が非常に重要になってくるのかなと思います。 この余暇活動ということでいうとあの、例えば知的障害のある施設なんかでよく予暇活動なんかやりますけれども、そういう時って、どちらかと、ね、あの当事者が決めるのではなくて、支援者が決めた余暇活動をやる、であ,のあんまりみんながやったことないようなことをね、ね、例えば普段ね、知的障害の方が自発的にボーリングには行かないわけですけれども、みんなでボーリング大会しようよとかね、であのこういうのも、なんかどちらかというと見てると、支援者の人たちがやりたそうなんですよね。 だからその本当は自分がやりたいくせに、ね、建前上は普段経験できないことを経験させてあげたいとか、なんか上から目線の言葉を使って説明をして、ね、えー、なんか自己満足的にやったりするわけです。だけど、当事者が、ね、果たしてそれをどのぐらい楽しいと思っているかというのは、ね、あのまた別ですよね。でねあのまあ、知的障害の方の場合、なかなか自分で企画ができないということがあるから、ある程度、しょうがないかもしれませんけど、知的障害のないタイプの発達障害の場合、自分でやりたい活動をやるというのが、予科活動であるべきなんですね。 そういった意味で、発達障害の人たちが自分で計画を立てることを保障した場で、できればそれを同じ興味を持った仲間とやる場というのが必要なんじゃないかと思うんですね。でそうすると、ね、どうしても発達障害の人が興味があることというのは、ややオタク的なことが増えてきますよね。でこういった活動というのは、あの親や支援者というのがねあんまりいい顔しないので、えー、割りと、ね、支援者側から提案されないんですよ。だけどね、これこそが発達障害の人たちがやりたいことだったりするわけですね。 まあそういったことで、まあそのえー、発達障害の方の、まあ、不登校の問題というのは、予防ができないとは申しましたけれども、あのもし予防ができなかったとしても、そのダメージを最小限に食い止めるため、家庭と学校以外に活動拠点が必要なんだろうと思うんですね。だからまあもちろんね、学校も一つの活動拠点ということで、ここには家庭以外に複数の活動拠点をというスライドを作りました。 でね、たとえ学校がうまくいかなかったとしても学校以外に自分が所属感を持てて参加できる場所があるとあのダメージを予防することができるわけですね。だからまあそういうことが、まあ、例えば今の枠組みでいうと特別支援学級であ,りあったり、えー、通,通級指導教室であったりねそれからまあ場合によっては不登校になっちゃったお子さんのための,あの適応指導教室なんかもそういった役割になることがあるかもしれませんね。 あとはあの学校の,あの福祉制度でいうと放課後とデイサービスなんかが今、ね、比較的多くの放課後とデイサービスがただあってあの子どもさんがそこで学校の宿題をやらせてもらえるわみたいになってますけれどもそうではなくてやっぱり子どもさんがそこに行くと自分が一番楽しいと思う活動をしかもまあよ願わくば他の子と一緒にやって楽しいと、まあ、そういうことが経験できるような場合になれるといいなというふうに思ったりしますね。 特,別えー、と特定非営利活動法人、ネストジャパンのご紹介をさせていただきますけども、あのこれはのやっている法人で、あの山梨でもです、ねまあ、別法人なんですけれども、ネスト山梨という法人にも私、関わってまして、まあ、どちらでも余暇活動をあのメインでやってます。まあ、基本的にはですねあの発達障害の人たちが 楽しく参加できそうな横活動を立てて、提案をして、募集をかけてやるという方いまして、比較的多くたくさん参加しておられるのが、鉄友会という鉄道オタクの会、それからアニメ漫画クラブというアニメの同好会ですね。であの大体どういうことをやるかというと、一時間、あの月に1回ほど1時間の定例会をやるんですね。あの集まって1人持ち時間10分程度で あの自分がその日持ってきたあの情報をプレゼンします。このスライドにあの示してましたように、最近はパワーポイントを使って、ね、プレゼンしていますで。実はコロナになりまして、あの今は Zoom を使っています。なので、集まれないんだけど、Zoom を、ねで、皆さんあの、の器用に、ね、共有機能を使って、ね、あの自分が撮った写真を共有で皆さんに見せながら、ね、スライドショーなんかにしながらあの提示されたりしている人もいます。で あのやっぱり自分があの優便に皆さん説明しますしね、それからね質問もとても活発に出ますよね。だから本当にコミュニケーションが豊かに育ってますね。アニメ漫画クラブもも同じ構図でアニメについてねあの語り合うというような会をやってますね。<laughs> アニメも年に何回かねみんなで出かけます。えー、<laughs> 出かける場所もね、えー、鉄道の場合にはあのみんなであの何線に乗ってどこに行くっていうようなこともあの候補を出し合いながらね。 こうやってて決めていきますあの,で、ね、あの,この回の特徴はあの皆さん、本当に写真なんかもとてもよく撮るんだけどあの去年までね、7、8年やってるんですけど去年までね、1回も集合写真を撮ったことがなかった、あのそういう発想がなかったですね。去年突然あの ある親御さんが、ね、あの集合写真撮りましょうって言ったんで、あの初めて撮りましたけれども、それまで集合写真を撮るという発想すらなかったので、いかにまあ彼らは電子だけれども、ね、あのそれ以外のことに興味がないかということがよく分かるエピソードだし、でもじゃあ、彼らは集合写真撮らないけれども、じゃあ,あ、仲間だと思ってないのかというと、全然そんなことは、ですねあのみんなあの同じ鉄道好きの仲間だと思ってね、楽しみにされてますからね。 あのアニメマンガクラブの方は、これをやってるスタッフがね、あのちょっとあの学会で発表したんですけども、あのアニメマンガクラブに参加をする前後で、えー、自尊感情尺度というのがね、えー、どうなったかということで見たんですけども、あのほとんどの方が、まあ、自尊感情尺度が参加前よりも上がってました、うんまあ、これも別の学会で発表したんですけども。 あのネストジャパンに、個人の方にあの、どんな趣味を持ってますかということをアンケート調査をしました。でそれで見ますとです、ねあの、若干ね、本人の答えと保護者の答えが違うところが面白いんですけど、やっぱりね、発達障害の方々で、えー、一番趣味として多く挙げてらっしゃるのはジデジタルゲームですよね。 で、あとアニメとか漫画っていうのが多いですね。で、保護者はね、アニメが、まあ、アニメ漫画が若干少なくてね、乗り物関連が多くて、この辺に保護者の価値観が出てるかなと思うんですよね。見てますとね、な,なんか最近はもう発達障害の方はあの、鉄道好きは割と許容されやすくてね、アニメ漫画好きはまだ若干こう、形見が狭い感じがするんですけど、ここにもそれがあら,あられてるかなと思いますね。まあ、でもこんな感じでしたね。で、 いわゆる QOL との関連でちょっと調べてみたところ、やはりです、ね、こう趣味を共有できている人が家族以外にもいますという人の場合に、QOL が優位に高かったというデータがあって、やはり発達障害の人たちであっても、あの趣味を共有できる人がいる場合のがあが、あの生活の充実度がね高いんじゃないかなということは言えるかなと思いますね。 はい、ということで、えー、最後にですね。ちょっと対応の話をします。あのこれをご覧になった中にはあのこれからね。学校にいる方とかまあ、学校に行ってるんだけど、なんとなく学校に行きたがってないという子どもさんのいる親御さんもいるかと思うんで。で、あの子供さんが学校に行きたくないと言い出した時に。 まず何をやるべきかということなんですけど、あの先ほど申し上げたようにね、ね親御さんはついこれが事の始まりだと考えやすいので、頑張りなさいと言いがちなんだけど、もう子供さんの側からすると、問題の後半に入っていると考えた方がいい場合が多いんですね。なので、必ず学校あの、態度が出てきたときには、その理由を考えていただく、それからその理由に子供さんなりに一理あるんじゃないかということを、ね、考えていただければと思いますね。であのその 原因というのがですねどの程度改善できるのかを学校と相談をするということがまず大事になります。学校に行きたがらないんですって言ったときに、ね、あの親と教師で指名し合わせてなんとか頑張らせようというんじゃなくてどういうふうに学校が工夫をすれば子どもが行こうという気持ちになれるかということの工夫をやってみる必要がありますね。 あの学校の先生がやっぱり子どもさんに、ね、その工夫の様子を示していくということが大事ですね。例えばこういう企画をやるから来てみないかなんてね子どもさんが楽しく過ごせそうな企画を書いてそれをあの子どもさんに情報を伝えて誘ってみるとかですねそういったことも大事じゃないかなと思いますね。であの不登校になってしまったときにあの絶対やってはいけるいことはあの学校に行かない人はだめな人間だという価値観を見せちゃいけないということですね。でこれは あの家で何かを遊びたいとかね、何々買ってくれって言ったときに、学校に行くんだったら買ってやってもいいよとかね、そういう引き取引条件をするみたいなことですねで、これをやると、要するに学校に行かないあなたあの親はダメ人間だと思うよというメッセージをつく伝えていることになります。 あともう一つは家あの学校に行かないんだったら昼間は家で勉強しろっていうのであの勉強しなきゃいけないの百100も承知なんだけれども,もう勉強することすらつらくなっちゃっている子なのであの昼間は勉強しろって言われるとやっぱり学校に行ってないし勉強もできないあんたはダメな人間だよっていうメッセージを伝えることになりますねで逆にやっておきたいことですけどあの、ね、あの家を居場所にするということです。 でね、これはあの家を居場所にしちゃうと家の居心地が良くなっちゃうと学校に行けなくなるからまずいんじゃないかと思う方いるんだけどあの家が居心地が悪くなったからといって学校も居心地悪いんですねだから家も学校も居心地悪くなっちゃったら子ども行き場がなくなっちゃいますだから学校が居心地悪いんだったらせめて家ぐらいゆったりできるようにしておかないと子どもさんのメンタルヘルスは余計崩れてしまいますねっていうのかなこう不登校から回復をできた方の大半は 親子関係が家が居場所になっているということは、要するに親子関係がいい状態になるということです。学校には行ってないけれども、親子関係は悪くないよという状態にどうやって持っていけるかということですね。だからそのためには、やっぱり不登校をめぐって親子で葛藤させないということです。ね、だから、むしろ親は、ね、相談相手になっていきたいんですね。だから、学校行きたくないんだよって言ったら、あ,あそうなんだって言って,言っていただけるぐらいの関係に、いかに早く持っていけるかということがとても大事ですよね。 できることならば学校の先生も相談相手になれる、ね、あのこれはあの学校の先生との関係が辛くって行けなくなっている子どもさんでなければ、先生との関係はいいけれども、学校には行けないという状態になることはよくあります。だから学校は辛いけど、先生と話すのは別に悪くないっていうお子さんだとすると、例えば放課後に学校にちょこっと行って先生と話をするとか、先生が時々家庭訪問したときには、あの家でちょっと先生と子どもさんが話すとかね、そういったことができるようになる方は大勢おられますね。 このようにあの、学校には行けてないけれども、親や先生などの大人が何らかの相談相手になっているという状態が作って受けるかどうかということは、とても重要ですね。もちろん、あの不登校だったときにあの医療の出番が出てくるあの医あの、医者だとかね、心理師があの子どもさんの相談相手になるということが、 あのベタな時ももあるんですけどもただ残念なことにですね医者や心理師があの診察室等で子どもさんの相手をしていても学校が変,、ね、変わらなきゃいけないのに医者が相談して学校が変わるわけではないのでやっぱり、ね、子どもや本人が診察室に通うだけでは解決が難しい。 不登校で医療を利用する場合は必ず定期的に学校と医療との連絡相談というのが必要になってきますよね。で、連携をしながら医療の意見も取り入れていただきながら学校が工夫をしていただくという体制を作っていくということが重要になりますね。で子どもさんにとってはですね、あの先生から学校においでよって言われるのはね、悪いことじゃない,ないんです。あの 休んでる時にに、ね、先生から梨のつぶてだとそれはそれでねもう学校から見捨てられたんじゃないかって思っちゃうお子さんも大勢いらっしゃるんですね。だから先生の側は子どもさんに何らかの形で連絡を取ろうという姿勢を見せていただくのは悪くないんだけどこれはです、ね、学校に何らかの辛い状況があって学校行けてないのにその辛い状況を変える気配がないのにただおいでおいでって言われるだけだと子どもさんは恐怖が増してしまいますで。なので本人が登校しやすくなるような工夫を示しながら その学校でどんなスケジュールがあの予定されているのかということを提示しながら来れる時間帯があったらおいでよというふうに誘っていただくのが一番いいですね。本人がその中で選択の自由を保障されながら学校に行けるときは行くとこういったことがあのあの無理をしなくていいよという言葉ですね。でこれはあの発達障害の子どもさんに対して、ね、あのインクルーシブな教育を行われていると比較的よく使われる言葉です。 無理しなくていいよこれはね、あの裏奥くあるんですねあの、俺の組んでるプログラムはこれだよと、これはできなかったら無理しなくていいけど、あのほっとくからねっていうメッセージになっちゃうんですね、だからそうじゃないんですよね、だから本当は、あの先ほどの言った、ね、個別化された、ね、インクルーシブ教育ということを考えると、このプログラムをみんなにはやるけれども、君はちょっとむずあの興味がないとか難しいかもしれないから、別のこのプログラムを用意しているから、本来やって言っていただくべきことなんですね。 それをせずに無理しなくていいよだけだと、それは配慮ではなくて排除になってしまいます。ででこういうことを無意識にやることが、ね、多いので、気をつけていただきたいなと思いますね。えーとごめんえー、発達障害の支援ではあの、どうしても発達の苦手なところを伸ばしたいとかね、えー、学,学習をなんとか進めたいとか、えー、そういったことを中心に考えがちなんですけれども、あのやはり支援がですね、あのー 充実した生活を送るために最も大事なものというのは心の健康だとね、だからそれは子どもさんに対しても同じで、発達障害の子どもさん、それから不登校の子どもさんというのは、当然、心の健康を何らかの形で損ねがちですので、その心の健康を損ねてまでやらねばならないことなんてほとんどありません、で未成年の、ね、子どもさんたちの心の健康を、ね、大人が損ねるなんていうのはもう犯罪ですから、もうそうならないようにですね、えー、常に心の健康を第一に考えて、学校生活、家庭生活というのを考えていただきたいと。 思います最後のスライドですけれどもあの私たち支援者の役割というのは、あのいろんな意味で少数派である発達障害の人たちが、多数派向けに作られた社会にうまくこう入っていけるような、まあ、その,あのつなぎ役、インターフェースになる、なので、あのこ,うこの講座を聞いていただいた、ね、より多くの方があの、こういうインターフェースの人の、ね、役割を持っていただけるといいなというふうに、えー、願う次第です。 私の話は以上です。どうもありがとうございました。